はい、皆さんこんにちは、東京女子体育大学の堀内涼介です。今回はですね、保育イズの、オンライン研修でですね、子どもと作る、運動遊びというテーマでお話しさせていただいています。今の子どもたちは体力運動能力が低下しているっていうふうに言われている中で、やはり運動遊びっていうのがとても大切になってきます。じゃあその運動遊びっていうのは何のことを指しているのか、はい、そしてその運動遊びを支えていくためには保育者の役割が大切になっていきます。その保育者の役割はどういったことが大切なのか、そして子どもたちに楽しい運動遊びを届けていくだけではなくてですね、子どもたち自身が運動遊びを作っていく、保育者と子どもが一緒になって運動遊びを作っていくためにはどのような言葉がけだとか関係を作っていけばいいのかといったことをですねお話しさせていただいてますので、もしよかったらご視聴いただければなというふうに思います。それではよろしくお願いします。私たちは体と心を動かして遊ぶことができそうなこのモノ環境を考えていくことが大切ですね。例えば、移動する動きであれば、まあ、例えばくぐるっていう動きを経験しながら遊んでほしいなって思った時には、どんな環境を置いておくと子どもたちがもしかしたらくぐるかもしれないですかね、はい、もしかしたらトンネルとかを置いておくと子どもたちはモノ環境にくぐるっていう動きを引き出されて遊ぶ姿が見られるかもしれないです。子どもたちが多様な動きを経験しながら遊べるような遊びを届けていくことが大事ですし、工夫しながら遊ぶとかね、目標に向かいながら遊ぶとかですね、友達と力を合わせながら遊べる、そういった遊びを届けていく、多様な動きの経験と非認知能力を発揮しながら遊べる、そんな遊びを届けていくことが大切です。この時にただ遊びを配達する、ね、届けていくのではなくて、子どもたちがやってみたい、ね、遊びたいって思えるような届け方が大切だったりします。はい、その届け方の一つとして、様々な運動遊び場面に、子どもたちを案内して遊びを届けていくことが大切だというふうに言われています。で、今日はですね、その中でも向き合い遊びとですね、体合わせ遊びと集団遊び、この3つの運動遊び場面から6つのですね、運動遊びを紹介していきたいと思います。